バイナンスの代表が辞任することになって、仮想通貨全体が急落したけど今後どうなるのか。そんな話と、経済ニュースと、S&P500 ドル円、そして仮想通貨のチャート分析していきたいと思います。このチャンネルでは投資について毎日発信してますので、資産増やしたい人はチャンネル登録お願いします。そして動画が良ければグッドボタンもお願いします。はい、今日はもうね、この話で持ち切りですよね。まあ、バイナンスのチャンポンジャオ CEO が、アメリカとの司法省とのね、やり取りの中で、マネロン対策違反で有罪認めましたということです。で、罰金が合計で6370億円で、バイナンスグローバルの CEO も退任するということになったそうです。はい。これはですね、まあ、一旦ちょっとやっぱ悪いニュースとして捉えられて、まあ、相場全体は結構急落しましたよね。ビットコインも3万6000ドルまで落ちるっていうことになったんですけども、ただこれはまあ司法取引みたいなもので、これをやることによってバイナンス US がアメリカでまあ事業を継続できるとかっていうことになるので、まあ、長期的に見たらポジティブな、ね、動きなのかなというふうに見られて、今現在は反発しているような状況かなと思います。まあ、なので、まあ、昨日の急落ありましたけども、ここからこうずっとこう下がってくるというよりは、まあ、一つそのバイナンスとアメリカの政府っていうね、ごたごたが解決したから市場にとっては良かったねってことでポジティブに捉えられて、今年まだ年末に向かってとか、まあ、来年も上がってきやすい相場になったかなと思います。出来事としてはそういうことかなと思いますね。はい。で、コインポストのまとめでは、バイナンス巡る報道で仮想通貨市場にリスク回避売りと、バイナンスコインというか、まあ、ビルド&ビルドって今言われてるんですけど、本当はね、は、前日比 11% 安にというふうにまとめがありました。はい。まあ、チャンポンジャオの、まあ、なんて言うんだろうな、仮想通貨の有名人がいろいろ今までいた中で、まあ、チャンポンジャオも、まあ、辞めましたと。で、サム・バンクマン・フリードも逮捕されましたと言って、こう結構、やっぱりね、この政府と取引所のこの、交渉とか、まあ、揉め事みたいなところが、まだ続いていくかもしれませんので、まあ、今後も取引所のトップとかは結構コロコロね、まだ入れ替わり続けたりするのかなと思います。はい。まあ、それに比べたら僕らみたいなインフルエンサーってそんなに逮捕された人いないのでね、まあ、中立的な目線でこう伝えられるので、そこはいいなと思ってますけどね。はい、グレースケールとあと SEC がですね、現物型ビットコイン ETF について協議を進めておりますということになってますので、またね、現物 ETF の上場のね、期待感みたいなのも上がっていて、まあ、それも交換されて、まあ、直近は、まあ、反発しているのかなっていうのはあります。はい、あと、オープン AI のサム・アルトマン CEO が一回辞めたんですけど、まあ、それによってワールドコインが暴落したっていうのもあったんですけど、まあ、結局ちょっとね、その反響がかなり悪かったので、サム・アルトマンをまた CEO に再任するっていう動きになっております。楽天ウォレットの、まとめによりますと、まあ、一時割れましたよということですね。あと、アルゼンチンの、大統領がね、出てきたことによる混乱は、まあ、限定的で、まあ、株式市場はむしろ歓迎ムードなんじゃないかということで、まあ、ビットコイン法定通貨にするっていうね、国が、まあ、アルゼンチンと、いうのがまた増えたわけなんですけども、そんなにね、その金融市場には大きく影響してないよね、ということですね。はい。あとはアメリカ国内の規制強化派が勢いづいてますと、感謝祭前のポジション調整もということで書いてあるんですけど、まあ、確かにアメリカの感謝祭の前はね、株式市場も仮想通貨市場も結構その薄商いになりやすいので、ちょっとつまらないね、相場になる可能性はありますよね。はい、じゃあ S&P500 ビットコイン、イーサリアム、XRP、ソラナ、BNB、ドル円でチャート分析していきたいと思います。S&P500 はね、昨日はまあちょっと調整という感じで落ちましたけども、まああんまり、大きな下落ではないですね。ただこれ今ね、史上最高値と今年の最高値を結んだ線が今ちょうどレジスタンスになりやすいので、まあ、ちょっと4500ドル台、4500ポイント台っていうのは結構こう揉みやすいと思うんですけど、まあ全体的にまあ利下げもだんだん見込まれてきてるし、まあ株はね、どっち、まあ米国株は特にこう、基本的には右肩上がりなので、まあ上に抜けて、最高値に向かいやすいかなと思ってます。来年ね。はい。ビットコインが今36,400ドルですね。一時期ね、35,600 ドルぐらいまで落ちたんですけど、
まあ、全然問題ないと僕は思ってまして、まあ、今こう平行チャンネルの中にありますと。で、加減でちょうど止まりました。で、今半分反発しましたっていう感じなんで、全然問題ない押し目の範囲だったかなと思います。で、直近4時間足とかで見たらちょっとこう三角形が結構明確になってきてるので、またじわじわとこの三角形の中で上行ったり下行ったりして、そのうち上に抜けてきたら強い上昇で4万ドルぐらいまでね、抜きやすいかなと思っています。はい、イーサリアムです。イーサリアムは、まあ、下降のチャンネルの状態なんですけども、一旦落とした分については、まあ、だいぶ反発して今2000ドルまで回復してます。ただまあ2050ドルぐらいのところね、レジサポライン結構強く効いてますので、ここを弾かれてまた下に深掘りやすいチャート形状かなというふうに思ってます。はい、XRP です。XRP も完全にね、結構今下落トレンド真っ最中なんですけど、昨日っていうか、まあ、今朝かなの、その、バイナンスの話で、大きく落ちまして、0.57 ドルまで落ちて、今 0.59 ドルって感じなんですけど、まあ、この平行チャンネルに沿って、ジグザグしながらゆっくりと下に落ちやすいかなと思います。まずは次 0.54 ドル、72円ぐらいのところまでは落ちるんじゃないかなと思います。はい、ソラナです。で、ソラナもね、しっかり落としてきましたよね。で、三尊天井を描きましたと。で、ネックラインまで来ましたということなんですが、この上昇トレンドに今タッチしているところなので、まあ、押し目といえば押し目です。ここを割ってくるとちょっとずっとダラダラ下がりそうなんですけど、ここで止まっているという意味はかなり大きいと思いますね。で、ここで耐え切ってまた上昇に向かうのであれば、高値更新しやすいチャート形状かなと思います。ソラナ買いたい人は、まあ、今日とかめちゃくちゃいいね、価格というかポイントになりますね。はい、バイナンスコインです。で、バイナンスコインは昨日もチャート分析して、まあ、271ドルまで上げてたのが、一気に225ドルまで下げましたということなので、下げ幅としてはですね、20% 以上ありますよね。まあ、結構大きな急落だと思いますね。ただこの220ドルってとこね、まあ、今僕が線引いてるところはかなりレジサポが強いので、まあ、そこでピッて止まって、で、かつ移動平均線があります。あの100日移動平均線でピッと止まってるので、まあそんなに問題ないかなと思います。ここまで一回戻されましたっていうだけで、まあ上のこのレンジとか、三角形、ディセンディングトライアングルの中にあるという感じなんで、今から少しまた反発して、ゆっくりと260ドルぐらいまで、三角形の、天井ぐらいまでは届きやすいんじゃないかなと思ってます。はい、ドル円です。ドル円はね、一時期147円まで落ちましたが、今149円ぐらいまで回復してます。ただね、ご覧通りチャートは崩れてるし、50日移動平均線も割ってきているので、トレンドとしてはこうジグザグしながら下にね落ちやすいと思いますが、あとは100日移動平均線が、146円ぐらいにありますので 146.6 円ですね。まあ、そこを割ってくると本当にかなり強く売られやすいかなと思ってます。はい、あとキャンペーンとしては、バイビットの方で、取引高に応じて最大45万円もらえるキャンペーンやってます。あとね、ずーっと永久にというか通年でやってるので、入金と取引額に合わせて最大3万ドルもらえるキャンペーンやってるので、バイビットの口座持ってないって人は概要欄のリンクから登録してみてください。今日の動画が役に立った方はチャンネル登録と動画のグッドボタンお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。藤原でした。また明日。仮想通貨投資なら大人気の取引所バイビットがおすすめ。200種類以上の現物取引とレバレッジ取引が可能で、期間限定で仮想通貨がもらえる入金キャンペーンもやってるよ。手数料が安くなる招待コードがついたリンクはコメント欄の一番上と動画の説明欄にあるよ。また藤原の YouTube メンバーシップなら毎週限定のコラムや動画が見れたり、毎月質問に必ず答える質疑応答動画が見れるよ。メンバーぜひ入ってみてね。